メンタル疾患は自然回復しますか？精神科医カバ沢翔のカバチャンネル、今日は質問いただいています。ポンさん、18歳男性、メンタル疾患は自然回復しますか？非常にいい質問だと思うね。自然回復するとも言えるし、しないとも言えるんですけども、基本的にまず自然回復をするために必要な条件というのがありますね。それは原因の除去っていうことです。メンタル疾患になる場合、何がしかの原因がある場合が多いわけです。大体は仕事が忙しいとか、仕事のストレス、人間関係とか悩み事とか、やっぱり何がしかのこのストレスがあってメンタル疾患になる方が多いのではないか。あるいは例えば家族の関係とかね、いろんな問題があると思います。そういったものの背景とか原因というものに関わってメンタル疾患は起こってくる。何の原因もないのに突然起きるっていうことは、まああまりない。そうなってきた時に、まず原因の除去っていうのはね、とっても大切になってくるんですね。だからそういう何がしかのストレスがかかっている場合、それをやっぱり取り除いてあげないと。例えばストレスっていうのは、こういう100キロの重りみたいなものを背負ってるというふうに考えてください。100キロの重りを背負った状態でも疲れてヘロヘロな状態になってるわけで、それを背負い続けた状態状態で元気に歩けるようになるかっていうと、ならないですよね。それはね、だからその100キロの重りがあったら、それをとりあえず減らしていく、あるいはそれをできればゼロにする、まあ、ゼロにできないようにしても10キロとか少なくしていく。そうすることによってきちんと元気に歩けるようになるっていうイメージだね。だからそういう部分の、まあ、ストレスとか原因というものをできるだけ減らしていくということがまず必須の状態でございます。そうなった時にある程度自然回復ができる人もいますけども、まあ、そもそも病気とは何かっていう話なんですけども、私の絶対にミスをしない人の脳の習慣っていう本でね、詳しく書いてるんですけど、正常、未病、病気という状態があります。健康な状態、病気の状態があるけど、中間に未病っていう状態があるんですね。病気の一歩手前ってことですね。病気と未病の違いは何かって言った時に、未病は可逆的に回復するってことですね。自然治癒するってことです。先ほど言ったストレスや原因を取り除いてあげれば、短期間で自然に治癒するのが未病の状態。病気の状態までいくと自然治癒力が発揮できない状態になっている。つまり何がしかの薬であるとか、外科的な処置であるとか、医療的な処置を施さないと元の状態に戻らないぐらいひどくなってますよっていうのは病気なんですね。なので病気の状態まで行っちゃうと、自然回復しますかって言われた時に結構難しいっていうのが病気の状態なんです。逆に病気の一歩手前の未病の状態であれば自然回復します。なので私がおすすめしているのは、病気としてひどい状態になる前にストレスやいろいろ嫌なことを抱えていたら、それをきちんと処理して未病のうちに対処しましょう。そうしたら自然治癒力が発揮できてすぐ元に戻れますよということをおすすめしているんですね。ですから一旦メンタル疾患の状態に入った場合、先ほど言ったように原因を取り除くというのは必須になりますけども、例えば原因を取り除いてストレスがない状態になったから治るのかって言ったら、それはケースバイケース、治りづらい場合もあるでしょうということになってしまいます。ということで、メンタル疾患は自然回復しますかっていう場合は、未病の状態であれば回復しますけど、本当に重たい病気の状態になるとなかなか難しいということになりますので、なかなか治らない状態の場合は薬物療法とかで、そういったことをきちんとやっていくということの方が治りやすいんじゃないかなというふうに考えています。精神科医カバ沢翔のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。